1985年の8月12日に起きた123便事件と私などは呼んでいるんですが、まあ、一般的には123便墜落事故と呼ばれているあの出来事なのですが、はい、あれにというか123便に、本物の昭和天皇が乗せられていてグランドピアノの中に閉じ込められていて、まあ、拉致されたの、ね、まあ興味関心があったら先ほども宣伝させていただいた福田元春の桜の木になろうの中に入っていただいてブログ内検索で昭和天皇グラウンドピアノとかあと昭和天皇123便そうこの2つのキーワードを入れてくださると、500番台ぐらいの記事だったかなちょっと正確に覚えてないんですけど、その記事にアクセスできると思うんですよその説は初めて聞きましたねさすがのいやそんなでもないですけど、はいはい、昭和天皇はだから鳥肌が立っちゃった、はい、その123便に乗せられて、殺されたとなのでそれ以降公のあそれ以降というか、まあ、正確に言うとそれ以前も含めて、まあ、なかなかこんな話初めての方は今動画をご覧になっててもすぐには信じられないアンビリーバブルインクレディブルと思われると拝察いたしますが、昭和天皇はご健在だった頃も私天皇廃止論者で基本的に陛下とかってあんまり、使ってないんですけど今ちょっと動画撮影だからなんとなく綺麗な言葉を使ってしまってますがご健在だった頃もですね基本的にはメインに出てるのは替え玉だったっていうふうに私はある情報筋から、聞いています。で、本物の昭和天皇は何て言うんですかね奥の方へ隅の方に追いやられているというふうに聞いてて表に出てるのはもうすでに、本物の昭和天皇が健在だった頃から替え玉だったっていう話を、ある情報筋から、聞いて、います。で本物の昭和天皇は、まあ、諸般の理由により、まあ、その諸般の理由っていうのもさっき言った記事とは別な記事さっきの記事に少しずつ理由は書いたりしているのですが説ブログ私の桜の木になろうブログに、いずれにせよ、信じていただけないかもしれませんが123便事件の前に拉致されてグランドピアノに詰め込まれて123便もろとも殺されたという説を私は信じています。で123便事件は視聴者の皆さんはどのぐらいご存知かまあ個々それぞれ差があるとは思うんですが少なくともあの事件が起きることを事前に知っていた人たちがたくさんいるんですよ。はあ、例えば事前に知っていたかどうかは分かんないけど123便に本来は乗る運命だった明石家さんまとかね。あで視聴者の皆さん考えていただきたいのは123便っていうのはお盆休みの、まあ、実質初日とも言える8月12日、まあ、11日10日あたりから休んでらっしゃる方もいるにしても12日っていうのはもうお盆休みのちょうどいい日でしかも羽田空港を夕方6時12分っていうのはみんなが欲しがるような、プラチナチケットなんですよ123人のチケットは1日、ね、どこかで過ごして、それで関西方面に帰るとかそんな感じの方が多いわけですよね。だからプラチナチケットだからキャンセルはそんなに普通だと出ない便なんですよ。あ、はい、確かに。ところが123便はわんさかわんさかキャンセルが出たんですよ。で明石家さんまもさんまさん本人はそういうのが起きると聞かされたかどうかは分かりません。聞かされたとしてもそんなこと口がされても言えないでしょ。殺されるから明石家さんまもドタキャンしてます。で、とにかく壮大な計画のもとに出来事は
起きて事前に起きることを知っていた人たちが一定程度いると。だからキャンセルした人って今のネットの用語でいう上級国民が多かったんですよ、芸能人とか政治家とか。で123便を語る上でよく出てくる人物が当時12歳くらいだった川上恵子さんですね。川上恵子さんは家族であの飛行機に乗っていたんですが、川上恵子さんがなぜあの飛行機に乗れたかというとキャンセルがたくさん出たからです。彼女を含めたあのファミリーはあのチケットをもともと持ってなくて、キャンセル待ちで羽田にいたらラッキーなことにそれはキャンセルがいっぱい出たからなんですけど、普通なら出ない時期もね、それはそう、お分かりだと思うんですよ。お盆休みのベストの便ですから。お盆休みでもまだお昼頃あたりの便だったらまだしもね、夕方6時頃っていうのはやっぱりみんなが乗りたいような便ですからね。それがキャンセルがたくさん出たっていうことがもうそもそも、なるほど、自然で。あとその話で言うと、これもあの2017年の夏に私のブログに書いたネタなんですが、京都府の在住者の乗客が極端に少ないんですよ。123便はまあある程度の年齢の方はご存知かとは思うんですが、羽田から大阪空港へ向かっていたんですね。当時関空はまだ確かありませんでしたね。大阪空港に向かっていて、従いまして関西の人たちが多かったんですよ。ついで関東の人たちが多かったんですよ。なので大阪空港に向かっていたから、当然大阪府民がたくさん犠牲になったっていうのはその通りなんですけど、そのお隣の兵庫県の方も犠牲が多かったっていうのは当然なんですけど、それと比べると京都の犠牲者ってひょっとしたら片手で足りるぐらい、まあ、詳しく私のブログの中に乗客乗員名簿が載っていて住所が載ってます。で、なんで京都がこんなに少ないのっていう疑問を呈した記事を、連載で2本書いてますので、そちらをお読みいただくというよりリアルに分かるかと思うんですが、でですね、ブログの記事にも書いたんですが、とても不思議なことに京都府よりも目的地とされていた大阪空港から距離が離れていて、しかも京都府より人口が少ない滋賀県の乗客の方が多いんですよ。不思議ですよね。で、ここから推理できる、結論は、京都府民の中にあの123便事件が起きることを知っていた人たちが一定程度いるのではないかっていう推理が、成り立つんですね。はい、あの便にはその日本人で唯一アメリカのビルボードでナンバーワンを取った坂本九さん、はい、乗ってましたよね。そうですね、まあ、坂本九さんもはめられた可能性があるんですけどね。はい、坂本九さんはそうですね、1963年に、すき焼きというタイトルで、ビルボードナンバーワンを4週ぐらい続けたのかな、はい、日本で唯一、ビルボードナンバーワンを取ったアーティストとして名高いですよね。それが気に入らないからアメリカ人が殺しちゃったって僕はずっと思ってたんですよ。いや、アメリカ人が殺したっていう話がネット上では9割方なんか支持を得てるようですけど、私の見解はそれとは全く逆 で、さっき第二次世界大戦の話が出ましたけど、話ちょっとだけ横道にそれると日米戦争もそもそも茶番だと思ってるんですけど、それはまあとりあえず話が横道にそれちゃうんで横へ置いといて、123便をアメリカが撃ち落としたっていう説を信奉してるネットの覚醒者がとてもとても多いんだけど、私あるいは私の仲間という言いますか、の見解はアメリカではなくて、ソ連並びにそのソ連と通じた日本国内の勢力があの事件を計画してそっちかみたいな感じなんですけどね、はい、それだけしか申し上げないとにわかには信じていただけないと思うんです。要はそのロシア製のミグ戦闘機が、それをご存知だったら話通りやすいですね、うん、そうミグ戦闘機の残骸が落ちてたっていうのは、そうネットで覚醒した方はある程度知ってるところなんですけど、その通りなんですよ。ミグ戦闘機は落ちてるし、もちろんアメリカの戦闘機も落ちてるんですけどなので
モスタカ上空で、ちょっとしたあの戦争があったと。なのでモスタカ山事変とか高天原山事変、事変というのはちょっとした戦争っていう意味ですね、という言い方も、したりするんですよ。要はじゃあその主にロシアとアメリカの戦闘機の衝突があって巻き込まれた。あとはまあ自衛隊機ももちろん残してますから、自衛隊も戦争に、絡んでますし、とてもあっさりとざっくりと説明はしにくいんですけど、それで、まあ、記事を見て、私のブログの記事でもいっぱい書いてるんで、どの記事だって例えば私のブログもし興味関心があってお入りいただければ、例えば123便一マス開けてソ連とかでググっていただけると多少今お話しているような記事が、ヒットするかなって思います。それで多くのアメリカが123便を撃ち落としたんだって言っている人たちが根拠に挙げているのは、1985年の9月にアメリカのプラザホテルでプラザ合意が結ばされて円高になったじゃないかと、アメリカの得じゃないかと、日米貿易戦争やってたじゃないかと、その何て言うんですか、脅しのために123人を墜落として言うこと聞かないとお前らの命もないぞみたいな、そうアメリカも挑発したんだっていう指示を説を信奉している人たちは、大体それを根拠に挙げてますよね、その発想自体がそもそも間違ってて、円高になって確かに80年代前半日米貿易戦争と言われるような状況があって、日本の電化製品や自動車がバカバカアメリカで売れて、アメリカは日米貿易戦争で不利だったから円高にした方がと、輸出産業だけの観点で見ると、その通りなんですけど、円が高くなった理由は、ちょっと口頭で簡単に申し上げただけでは信じてくださらない方が多いかもしれませんが、さっき申し上げた通り、123便事件はソ連と、それからソ連と結びついた国内勢力が引き起こしたと。国内勢力？はい、中曽根康弘とか、あとは伊藤忠商事の瀬島隆三とか、で、そういう瀬島隆三さんは、知識のある方はご存じの通り、シベリアに抑留されて、ある意味ソ連がソ連との、パイプの形成につながったとも言われている方なので、真相派だって言ってもご納得いただける方が多いかと思うんですが、中曽根康弘は右翼だろうって大抵の方は思ってらっしゃるでしょうけど、安倍晋三に比べたら全然右翼じゃないんですよ、私に言わせれば、社会主義のこともかなり詳しいし、で、いずれにせよ そのソ連と結びついた日本の国内勢力がアメリカに勝ったんですよ。オスタカ山事変、高天原山事変では、世界最強の軍事力を誇る、アメリカにある意味勝ったんですよ。それは日ソ勢力が。だから、アメリカに勝ったってことは、アメリカは敗戦国なわけ。敗戦国の通貨だからドル安になるわけ。日本はある意味戦勝国なので、戦勝国の通貨は強い、円高になったという見解なんですけど。多少分かっていただけましたか。分かりますけど、はい、それからそのドル安になった円高になったけれども、中曽根さんとかね、伊藤忠の方には利益、その後バブルがありますからね。そうですね、バブルも、正確に言うと85年の8月12日にその123便事件が起きて、事件そのものは、一番それを究明しているのは、新日本の黒い霧っていうブログですので、そちらをお読みいただいた上で、さらにその後、興味関心が終わりでしたら私のブログの中を覗いていただけると、新日本の黒い霧と重なる部分もありますが、かなり違うことも書いてますので、で、コンテンツ自体はおそらく123便事件に関しては、手前味噌の話なんですが、コンテンツの量数だけで言ったら私のブログの方は多分
黒霧、新日本の黒霧よりひょっとしたら多いかもしれません。でいずれにしても さっき申し上げたその8月12日85年の123便事件があって、翌月9月にプラザホールがあって、それでまあ大抵の方ご存知の通り円高不況になって、翌年86年は、その円高不況だったんですよ。で86年の11月をボトム、そこにその後景気が上がってて、これを一般的にバブル景気って呼んでいるんですね。で日経平均株価の最高値は89年の最終売買日 でその後どんどん下がっていって、地下は諸説あるんですが、まあ、90年91年あたりがピークで、その後だから景気がどんどん下がっていって、それで今に至るまで、まあ、失われた30年みたいにざっくり言うとなってるっていうのは私の見方なんですが、なるほど、はい、そこでの戦争、まあ、小さい戦争があったと。でそれはなんで昭和天皇はそこに巻き込まれてたのか。昭和天皇だけがあの天皇家の中で親米だったから。あでこれまたあの多分そんな話を初めて聞いた方は信じられないって方も多いと思うんですけど、後の人たちは、123便死亡者側だったというか、結構ロシアとのつながりが天皇家ってあったみたいで、両方に言わせると、はい、そんな中にあって昭和天皇だけが親米だったから殺されたっていうふうに私は聞いています。だからロシアとのコネクションがあるから123便首謀者側に、上皇明仁氏とかその妻の美智子さん、まあ、本物は殺されちゃってるから、さっきの小泉純一郎の話と同じように今出てきてる方は別人で、本物の美智子さんがいつ殺されたかの記事をこれから書こうかと思っているんですが、次々と新しいことが起きちゃって、昨日だっていきなり安倍晋三が学校を休校にするぞって俺は多少書かないと、で読者もそう これに関してコメント寄せてるしと思って、次々と何かが起きるから、そういう過去のことで書きたいことがいっぱいあるんだけど、なかなか書けずに先延ばし状態になってると。